や今日町民文化祭っていうことでね、こんなにたくさん人がいらしてるっていうのがまあすごい、こっちもビクビクしながらやってるんですけど、青森県立美術館が今中泊町博物館に来ていて中をやるというところがあるので、少し紹介をするトークをこれからマイクを交えながらここでやらせてもらって、で今録画しているので、それを今度県立美術館の公式 YouTube チャンネルで配信すると、でそれを今は、動画で、記録していると。今話をしてますのが青森県立美術館の学芸員の奥脇と申します。で今日はこの中泊町博物館になぜ県美の人が来ているかというと、今県立美術館の主催事業で美術館堆肥化計画2021っていうのをやっていて、それは美術館が美術館の外に出て地域のいろんな施設、地域のいろんな方とコラボレーションをしながら、まあ美術館が地域と文化の同時成長を促していくと、なんかそういったことをプロデュースしていくような事業が美術館堆肥化計画です。でその一環として県立美術館を PR する展示、旅する県美というものを11月3日までエルムでやってました。で3日までエルムでやっていたものを6日から、今日11月6日からはここ中泊町博物館で展開すると、まあそういったことで今日やっているというところでございます。こうやって美術館が地域に飛び出して、その地域の博物館、ショッピングモールとかそういったものとコラボレーションしながら展示していくということで、この旅する県美は、行われております。で今回その会場として受け入れてくださった中泊町博物館、ありがとうございます本当に。で今日はその中泊町博物館の館長さん、斉藤淳さんにお越しいただいてますので、今日は斉藤さんにこの博物館のことを少し紹介していただければと思っております。分かりました。よろしくどうぞ。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい。じゃあせっかくで早速ですけども、はい、この博物館ってどんな博物館なんでしょうか。そうですね、中泊町博物館というのはもともと中里町立博物館としてスタートしたんですね。今から22年前ですんで平成10年8月にオープンした博物館です。まあ、ただ単館じゃなくてご覧のように文化センターパルナスの中にありまして、文化ホール、図書館、博物館というふうな複合施設になっておりまして、まあ、お互いに連携しながら活動するというふうな特徴があります。あと博物館の展示内容なんですけど、この地域は奥津軽と呼ばれる地域なんです。まあ、津軽半島の先端部ですよね。まあ、津軽といっても弘前とか黒石、そういった南の方の津軽とはちょっと違いまして、向こうの方はやっぱりどっちかというと出羽の方、秋田の方と文化歴史が共通性があるんですよ。例えば縄文土器なんか見ても、秋田の縄文土器も弘前の縄文土器もあまり変わらない、秋田の匂いが強いんですが、こちらの方は全くそういう秋田の匂いはしないんですね。逆に北海道の香りがすごいする場所なんです。ですから歴史的にもあと文化的にも北海道の影響が随分見られます。そういった独特の奥津軽の歴史というのを、まあ、コンパクトにこう圧縮して紹介したのが中泊町博物館ということになります。ありがとうございます。そう、ここそうなんです、博物館なんだけどパルナスっていう文化施設と一緒にあって、はいはい、そういう意味では文化と歴史、そういったものが混ざったような場所でこうやってコンパクトにこの地域の歴史を紹介する郷土博物館としてある、はい、だから展示自体にも博物館にとどまらないような何か体験型のコーナーであるとか、よりその北海道由来の北の文化圏であることを少し紹介するような要素とか、この地域が辿ってきた歴史というのをコンパクトながらもすごいボリューム豊かに見せていくような要素がとてもあって、そこが何だろう、博物館にとどまらない可能性というんですか、この地域全体の歴史文化を紹介するような場所としてあるっていう部分がすごい端的に現れていて、そこがこの施設の大変面白いところだし、こういうところだからこそこの美術館、県立美術館が来て少し展示を一緒にやらせていただくっていうところもあり得るのかなと思って来させてもらえて本当にありがとうございます。いえ、こちらこそ、はい、ありがとうございます。はい、というところのね、いろんな、この地域の歴史、記憶を様々な角度から紹介する中泊町博物館っていうところがあって、で、そこで県立美術館が来て、美術館と郷土の博物館、そういった要素を、そのそれぞれの境界、ボーダーラインをそれぞれないまぜにしていきながら、歴史ともアートとも、歴史とも芸術ともまた違ったこの地域の中でしかありえないようなアート的な展開っていうのを少しずつ紹介していくようなところで、今回この旅する県美 in 中泊町博物館っていうのはできていると、そういったところがあるのかなと思います。でこれからはそういった要素を少しずつ紹介していきながら、このオープニングトークっていうのに変えたいかなと思っています。まずは、まあ、こうやって
まあ、エルムでも展示をしてましたが、県立美術館がなぜ地域に出張ることになったか、まあ、そういった経緯を紹介するようなこの横長のパネルなんかがこうやって並んでいます。また中の、内容はじっくり見て、現地に来た時に見てもらえたらと思います。っていうのがありながら、会場内ところどころにこういった大型の木製の重機に出力した写真のパネル、写真を展示している木製の重機があります。で、ここに紹介されているのはこの中泊町、まあ、旧中里と呼ばれるこの地域を開拓していた、竹内正一さんという方が自分自身の開拓仕事の傍ら撮っていた、その仕事を記録した写真類になります。で、この戦後の食糧難を打破するべく、この中里地区開拓された干拓された歴史があるんですけれども、この干拓仕事の傍らで、この竹内さんは日々こういった写真をたくさん撮っておられました。で、この開拓の立役者でありつつ、ここに写された写真っていうのも何とも面白い、なんだろう、記録にとどまらないその地域の語りつ、この地域が形作られていた経緯もわかるし、その中で人たちがどういう風景を見てきたか、その中里の変化する風景のあり方みたいなのもこの写真には同時に記録されていて、そういったところがなんか一つ、もうすでにね、博物館の中にも少しずつそういうの展開はあるんですけれども、よりもう少し大きな形で、こうやって美術の中で写真を展示するみたいな形で展示されてもまた面白いんじゃないかなっていうところもあったね。こういった形で展示させてもらっています。だから、なんだろう、ポイントとしては、基本的に写真の展示って、額装して、それを写真、壁にかけるとかっていうのがまあ普通だと思うんですけど、この場合は木製、自立する木製の、重機に写真を大きく出力するっていう形でやってます。で、これでやると、なんか写真自体の存在感がさらに増すっていうか、やっぱり、開拓してた方がいる。その地域を、形作っていった人がいる。その人たちの存在感みたいなのを、一枚の写真の因果紙の中で捉えるんじゃなくて、その存在が少しでも、またなんか、実像を伴って見えてくるようにするには、やっぱこういう自立する木製のこの立体の重機に写真を展示するっていう方が、またなんかより見えてくる部分もあるかなと思って、こういう感じで展示をしているっていうところがあります。こうやって、過去、この地域を開拓していく、この地域の過去をすき込みながら未来につなげてやっていくっていう部分を、この美術館対比計画における旅するケミに託して、それを開拓の記録写真を紹介するっていうことでやっていると。というところがございます。で、今、中野真理町博物館では、常設の展示もあるんですが、企画展もされていて、この地域で有名な宮古市家、そういったもののゆかりの文書だったり、美術工芸品だったりを紹介する企画展も開催されています。で、そこに関連する、人たちのパネルっていうのがここに展開されていて、で、この隙間隙間に、県立美術館の外壁を彩るネオンサインがかけられています。で、このネオンサインは、県立美術館のシンボルマークでもあるんですけど、これ、どう見えるかっていうのはあれなんですか？なんか木のマークみたいに見えるでしょ。で、三角で、こう横があって、アルファベットの A の字みたいにも見えるでしょ。で、これデザインしてくださったのは、東京のデザイナーの菊池敦樹さんっていう方なんですけど、こういう A でも、青森の A でもあって、そして青い木でもある。で、こういったものが集まっていくと、一つの青い木が集まった森になるっていう、そういうコンセプトでこの県立美術館のシンボルマークって設計されていて、だからこれが集まると一つの青い森になるわけです。で、この青い森のこの合間合間で、この地域を形作ってきたもう一人の立役者である宮古市家の方々の写真を見ていくと。で、そういったことをやっていくと、美術館的なもののデザインの中に、この地域を形作ってた人たちの痕跡がこう、混ざり合っていくわけですね。で、こうやって、この地域を作ってきた、まあ、宮古市さんと、そしてそこに、今回、つかの間現れた県立美術館の様子っていうのが混ざることによって、この、中泊町博物館と県立美術館のコラボレーションっていうのを、まあ端的に表現していると。まあそういった展示がこのネオンサインを組み合わせた、展示になります。このコラボレーションの要素っていうのが、まあ入り口もそうだし、館内各所で展開されていて、ここにあるのは津軽森林鉄道。まあこの辺林業が盛んだっていう土地柄もあって、まあその森から切り出してきた木を、運んでいくような森林鉄道があったんですけど、まあその、鉄道の列車がここに展示されていて、まあ、木を切って、運んできた列車っていうところがあるので、そこに青い森、青い木のロゴマークっ
っていうのをこう入れることによって、図らずもコラボレーションを作っていくと。そんなとこがあります。たまたまですけどね、この機関車の車体も水色だったんで、なんか合うなと思って、はい、こうやって、展開しています。で、ネオンサイン以外にも、ここにありますけども、県立美術館の作品監視のスタッフさんが着ている、ミナペルホネンの、制服なんかも、この博物館の随所に展開しています。ここにもね、受付の、方、スタッフがおりますけれども、そういった方に来てもらうっていうのもありかなと思ったんで、ちょっとなかなか、やめとこうっていうのもあって。それで、せめて作品監視じゃないですけどね、こうやって美術館、やっぱ美術館に行くとこういう制服を着たスタッフがいるっていうのがうちの県立美術館の日常だったりするので、そういった美術館の日常要素をこの中野真理町博物館の日常の中に少し加えさせていただくと。そういったことでここに制服をかけたりしています。じゃあちょっとどんどん奥行きましょう。で、ここね、合間には、ここ既存のモニターでこの津軽鉄道のシミュレーションをしてたり、中野真理町博物館のホームページが閲覧できる。そういった情報コーナーがあったので、そこにモニター一つ加えていって、美術館を PR する動画なんかをここで上映、追加させていただいているというところも作ってます。中入っていきましょうか。この宮古市家の展示もね、ちょっと見たいんですけどね。それはちょっとぜひ、現地来ていただいたら皆さんじっくり見ていってください。はい。で、これはですね、1927年、昭和2年に、稼働していたディーゼル機関車。機関車の客車の中を再現したジオラマになっているんですが、ここに、いたおばあちゃんが読んでる本をちょっと注目していただくと、ここには、PR する絵本がここでおばあちゃんは読んでいるということになります。だからこの絵本は去年できたばっかりなんですけど、それを1902年、戦前の機関車の客車の中に乗っているおばあちゃんが見ているっていう、その過去と現在と未来をそれぞれ混ぜ合わせながら、全く今まで見たことがなかったような風景を地味に作っていくっていうところに、この県立美術館の PR 展示旅する県民のちょっと面白さがちょっとあるんじゃないかなと思ってこんなことをやってます。で、こういう機関車の客車の中に、やっぱり制服を仕込んで、ちょっと面白く見せたりね、なんていうことをしてます。はい。で、ここはですね、中野真理町博物館の、これ常設の展示室の中でございます。こっちから原始時代、原始、古代、中世、近世と続いて、こっち側ぐるっと見ていくと、近現代のこの中里、中泊を作ってきた人たちの暮らしっていうものが垣間見える展示構成になっています。でね、ここの展示室の中で、実はすごく、さりげない形で、美術館ならではのものの置き方をしているっていうのが、美術館で今年新たに発掘っていうか拾ってきた偽石器と呼ばれるものを展示しています。で、偽石器って偽だから、人工の石器じゃないんですよ。土の中でそれぞれ石同士が擦れ合って、それでできた傷が、あれ石器の使用跡じゃないみたいな感じで勘違いされてた時期があるんですけど、そういったものが、戦後、五所川原の金木っていうところから産出したその石が、そうやって旧石器時代の人のものじゃないって勘違いされてた時期があって、それそのものじゃないんですけど、やっぱり金木の付近で採集してきて、そういうふうにちょっと紛らわしい痕跡があるような石っていうのを、今回新しく美術館が拾ってきまして、それ今回ここで並べさせてもらってますっていうのがあります。で、結局なんていうのかな、博物館と美術館、そういった展示がない混ぜになる、混ぜこぜになるって言ったときに、なんか物の持ってる価値っていうのを、やっぱなんか新しく考えないといけないんじゃないかなってところがあって、なんていうか作品とかも、見ようによっては、なんか、そんなに役に立つものじゃないじゃないですか。なんか服みたいに着れるわけでもないし、食べられて美味しいものでもないって。だから、見ようによっては作家自体も、こんなゴミみたいなの作っちゃってね、みたいなことを照れ隠しみたいに言ったりするんですけど、そのゴミみたいなものでも作品になるし、でも、そして博物館の展示の中でも、なんか、もうなんか使えないっていうか、なんかもう見ようによってはもう、人によっては捨てちゃうんじゃないかみたいなものも、こうやって資料として大事に保存されていく。
だそうやって保存されるものとされないものの違いって何だろうとか、なんか作品とそうじゃないものの違いって何だろうとか、なんかそういったものを、やっぱ美術館と博物館がこうやってなんか混ざり合った時には必然的に現れる疑問としてあるんじゃないかなと思って、そういう時に作品って何だろうとか、その博物館で置かれる資料って何だろうとか、こうやってここで見せられるものについてちょっと考えてもらうために、こういう自然のものとも人工のものともつかないような石器をこうやって並べておいて、今僕らが見てるものは何だろうかみたいな、そういうことをちょっと考えてもらえれば嬉しいなと思って、こうやってそのあえてこの偽石器と呼ばれる自然石器を、この実際にちゃんとした石器がある中で少し見せていくっていうところで、美術館なりの博物館とのコラボレーションっていうのを作っていると、まあ、そういった要素がここにはあります。まあ偽石器がだからこうやって展示されるポイントが一つと、本当にねさりげない形で作っているので見落としちゃうかもしれないですけど、まあこうやって本当に展示されている中に混ぜ込んでいったりね、ね、こんなことを許していただいた中野毬町博物館様には本当に感謝してます、ありがとうございますって感じです。でまあこんなことをやりながら、でもな、こんなことは本当は博物館で許しちゃいけないわけですよ、許しちゃいけないわけですよってか、なんだけど、でも実はここが許していただける要素っていうか、なんかこの博物館自体も地域の歴史を伝える博物館に実はとどまらない、作品的な要素が実はあるんじゃないかなっていうのが、それを最初に見て思ったのがこの自転車タイムマシーンで、なんかこのタイムマシーンの形も、H.G. ウェルズのあのタイムマシーンみたいなっていうか、なんか、こうやって自分が体を、なんかこう自転車で体で運動していきながら、その地域の過去を遡って、それを順々に見ていく。なんかそういった部分を自分の体で体験できる、体感できるっていうのは、なんか今でいうインスタレーション型のアートみたいな、なんかそういったものにも、でそんなこと言っちゃうとなんか斉藤さんに怒られそうですけど、なんかインスタレーション型の作品みたいだなみたいな、要は自分の体でこの地域の歴史とか、なんかこの地域が培ってきたものを体感するっていう、そういう意味ではここは本当に作品の一部なんじゃないか、この常設の展示室はみたいなことを思うことがあって、だそういった作品的な部分で言えば、ああいう偽石器とか、なんか物の感覚を、新しくするような偽石器みたいなのを置いとくのも、実はここなら許していただけるんじゃないかな、みたいなことを思いながら、こうやって作らせてもらえて。でも本当に置いたら結構相性が良かったっていうか、そんなに違和感もなかったので、ありがとうございましたっていう感じで作らせてもらってます。こんな感じですね。で、こうやって中央のテーブルには、青森県を形作ったモニュメントっていうか、床に日本の形が書いてあって、そこにつながる形で青森県の部分がこのテーブルには彫り込まれてるんですけど、で、中泊町博物館ある位置がポイントされてて、で、そういった部分に顕微が入っていきます、お邪魔しますっていうところをちょっと端的に表した形で、ここに一つネオンサインを置いてますっていう風に作っております。中泊町博物館の常設展示の中に県立美術館がお邪魔して、それで美術館が持っているアートとかデザインの要素っていうものを活かしていきながら、なんか地域の歴史とか地域が培ってきた記憶っていうのを、なんかもう一回新しい形で美術館と博物館が持っているそれぞれの資料とか作品とか、そういったものに対するなんか扱い得る範囲っていうのをちょっとずつずらしていくっていうか、そのちょっとずつずらしていった中で、なんかより新しい地域とアートの関係性とかね、未来そういったものが作られていくっていうことの可能性とかね、なんかそういったものをそれぞれ考えていただくような空間っていうのに仕上げさせていただいたと。まあ、そんなところがございます。って感じですね。せっかくなんでちょっと斉藤さんに今回こうやって顕微がお邪魔したところでのちょっと感想なんかを、例えばちょっとお聞きしてみたいかなっていうことも思うんですけど。当館にとってはその美術館とのコラボとは初めての事例になるんですよね。まあもともとこちらの博物館自体がごちゃ混ぜのような雰囲気で色使いもカラフルな特徴があって、こういうのはもともと博物館ってどうしても敷居が高いですよね。じゃなくて、まあ日常的に使っていただきたい。まあそういうふうな精神を込めた設計になってるんですね。そういう意味では美術館業界との相性も良かったのかなというふうに思ってますし、今回の試みはそういう新しい、なんと入館者層を築く上でも、まあ非常にいい PR になったのかなというふうに考えております。まあ、いい機会与えていただいて、こちらこそありがとうございました。そうですね。やっぱり、ね、地域の歴史、歴史っていうと、やっぱり今住んでる人で、まあ、俺私は関係ないわとかね、やっぱそこで生活していく分にはあんまり関係ないわってなりそうなんですけど、
こうやって、敷居が低いっていうのはやっぱりすごい大事なことで、ここで、こういう歴史記憶と自分たちの日常が直結しているっていう、そういう意識が養われないと、やっぱりこの地域ならではの文化とか、記憶とか生活みたいなものも、これから培われていくっていうのはなかなか難しいかなってところもあるので、だからそういった地域っていうものを作っていく礎であり、でも、それがなんか、なんだろうな。ここで伝えられてるのは地域の過去だけど、それは未来と直結しているっていう部分が、この博物館では鮮明にスタンスとして見えてくるところもあって、願わくばそういう地域の文化を作るっていうところに美術館的なね、存在も寄与できればいいかな、なんてことを思いながら、今回作らせてもらったというところがあって。本当にこの中泊町博物館様でなければ、こういう展示はできなかったので、いやいや、どうも。大変ありがとうございました。